シャンパラナイト、よいしょ、始まりましたよ。やっとはい、始まりますよ。キャンパスボーイの徳島でキャンパラナイト、本日4月18日水曜日の配信、両端がただいま絶賛大怪我中のキャンパスボーイです。キャンパスボーイ徳島県、25歳直行西浦徳島県、イエーイノーということで、そして水曜日はこの方、お前、いつも笑顔で朗らかに、元気があれば何でもできる、食べて美味しい、歌って楽しい、石焼き妹、よろしくお願いします。はい、ということで近所迷惑やからな。そうですね、やめてな。近所の皆さんすいません、パンクジー襲ってくるからな。パンクジー、確認しながらすぐシャキーンってこう、キズモンにされるぞ。シャキーンってあのパンクしに来る、パンクしに来るよ、キズモン。必殺仕事に、ほんまにその状態で来るかもしれないですけども、ちょっとかっこいい感じです。かっこいいな。ということで始まりました。はい、よいしょ、キャンパスの徳島でキャンパラナイト。本日ちょっとね、今最初ね、何回もログインログアウトしてんねんけども、全然ソーシャルストリームが読み込まないっていうことで、ソーシャルストリームが、はい、チャットやソーシャルストリーム、これ皆さんどうなってるんですかね、書き込めるんですかね、ユーストリームのところから。ついに壊れてきた、ね、結局ほら、あらあら、私も見れないんですよ。どうでしょうか。とりあえずあの、はい、まあ、チャットの方で、そのシャープ YNN アンダーライン徳島の方で見たら、うん、一応福助さんが妹子こんばんはと、福さんこんばんは、あと3ヶ月で30歳イエーイとなってる。うん、誰が福助さん、福さんマジで同い年ちゃう、そう、ああ近かったんですか。30歳、あ、33歳、よかったやん、めっちゃ年齢出してますよね、うん、ルーちゃんさんもこんばんは、こんばんは。もしよかったらちょっと皆さんあのコメントする際は、シャープ YNN4、 シャープ YNN アンダーライン徳島、シャープ YNN アンダーライン徳島で書き込みの方お願いします。文字文字、それじゃないとちょっとね今見れないです。パンクジー帰ってきちゃったのねと、ナッチもこんばんはと、書き込みできますよ。あれできんね、こっちだっか、あ、シャープ、シャープシャープシャープを忘れずにね。はい、じゃあやめようか。はい、はいということで、いやー、妹子さん1週間ぶり、いやー1週間ぶりですね。先週はどうもお疲れ様でした。先週はね、直感艇がね、ヒャヒャ言うてね、もうほんまに、もうサプライズやサテライトやらね、いろいろありましたね。いや、おるならちょっと行ってなかったかもしれない。あのね、緊張で通信中のそうですよ、マサヤンがおったわけなんですけれども、緊張しましたよ。いや、あんな、なんですか、檻に飼われてるオラウータみたいな、誰がオラウータ、うえうえうえ、誰がじゃ、誰がじゃ、うえなってましたけど ね、 ね、感情出せたんやな。そうそうそう、感情が出せたんですよ。感情、感情的になったら動物になるんですよ。そうなんや。そうですよ、あんまそんなキャーキャー言ってるとこ見たことないから。そうですね、うん、いやー、でも噛めとるもんな。全然接し方違うもん。そうですな。そうやな。おお、無理するな。いや本当にね、そっから1週間経ってもう暑い暑い、今もやっとクーラーつけましたけどね、涼しい風が、涼しいですね。これそろそろ明日にはね、大家さんにちょっと言うとこかな思って、リモコン、その電源とか、うん、暖房冷房とか強弱は動くんですけど、うん、温度が動かないと、うん、全然反応しないと。ほら、だからもう、うん、この間使ったのが暖房の時期やったから、もうあったかい温度しか出てこないと。すごい、地獄やな。ね、うん、でそれでまあずっとねあれやったわけなんですけども、はいはいはい、今日さらにですよ、さらに、じゃ僕もめちゃめちゃ今日疲れてるんですけれども、うん、今日追い打ちをかけるかのように、この間がちょっと気になってはいったんですけども、今日
もう完全にダメになりまして、それがねこちらね、はい、ん蛍光灯、蛍光灯、どこの蛍光灯、これこれ俺の上にあるね電気なんですけども、真ん中ね、うん、の蛍光灯がピカピカしだして、うん、もう今日昨日はまだ一回チカってなったりとかそんなやったんですけど、寿命やったやな、もう今日は完全にもうビガ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 で気持ち悪いと思ってて、うん、あの電気つけてるだけで、ほうほうほう、もう撮ったんですけど、なぜ今今日ね、まだのあ後ほど喋るけど、うん、まあ、まず僕あの首怪我してるから、はい、あの上向けないよねあんまり、はいはいはい、撮ってますもんね。で今ねコルセットを、はい、今日の仕事で、はい、まあまあ煙たーくなってね、うん、煙臭いんですよ、もうすんごい臭いんですよあとまあ汗もねめちゃめちゃ炎天下の中だったんでね、はい、だからもう洗濯しまして、うん、今干してるんですよ、はい、なんで極力まあ今日はこうやって動かさんようにね心がけながら、エアーコルセットや、エアーコルセット今ここに参りますから、僕ピタピタってやってます、エアーコルセット、めっちゃかっこええな、かっこええ、かっこええ、いやいやいや、恥ずかしい、やりてえよな俺たちもな、やりたい、裸の王様みたいな状態で、やりてえやりてえ、裸の王様みたいな、すぐできるわそんな、うん、いやでね、もう何とか取れたわけなんですけどね、辛い時に辛いことが起きるよな、辛いちゃんで、まあもう一気にもう この2つはもう一気に大家さんに言うとった方がええわ思って、うんうん、もう明日行けたら行こうかなと思うんですけど、行ったら行ってください、これ代わりくれんの、くれるんちゃう、やっぱりこういうのやったら、お備品っぽいから、そう俺買ったで、あほんまに、いや、うん、いや一応聞くだけくれ、もし無理や言われたら自分で買うけど、さすがにまあまあ殴るなよ親さん、なんでやねん、ムカついて、冷房はね、うん、こうクーラー暖房機とかはね、なんですか備え付けですから、うん、まあまあこれやったらまあなんですかリモコンぐらいはね、これはな、ただ古い方なんでリモコンが果たしてあるのかっていう、はあ、今考えられるんですよね、結構オンあるリモコンもないやろな、今さら今こんな形のリモコン逆に見たことないでいうぐらいの、そうです、ね、逆にちょっと昭和感の昭和丸出しの、リモコンでして、これはリモコンを変えるしかないのか、クーラーを変えてくれるのか、謎ですね、謎ですね、どうなるか、リモコンが線に繋がれてないだけマシやな、まあな、言うたらじゃなくてマッサージチェアみたいな感じで、でもあれこれ開いたらこのその線で繋がれてるタイプやから、これで調整する、普通ボタン1個、まあね、うん、パーパーパーでできるけど、なんかこうカッ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 って動かすやつやから、そうねえ本当に、まあ前そんな感じでね、まあ話進んでいくわけなんですけども、はい、オーラン早かったね、オーラン、はいはい、今日はまあとりあえずこちら吉本ネタネットは略しては ENN 各自に実際に住んで活動します、僕ら進むは次にキャンパスボーイがこちらお届けしております。全国最高級のネタを発信することを締めとし、毎日今からですね22日からこちらソフトバンクの iWON にてネットを生配信しております。そしてソフトバンクこちら妹子さん気づきました、僕のはい気づきました僕のなど何ですか、おでこに貼ってる、いや違う違う、冷えピタのことちゃうね、貼ってるのはこっちじゃないんですよ、あ違うんですか、このあなたの後ろですよ、はい、おーなんだこれ、お今ほんまにびっくりしたよな、うん、気づいてなかったですか、おーすごいな、なぜ棒読みなんだ、こちらですね、はい、まあソフトバンクの、まあ、ポスターお父さんのねなんかプラチナバンド、あ、違う違う、電波ね、プラチナバンド、プラチナバンドってね、バンドの電波ね、はい、なりますのでね、はいはいはい、順次なっていくらしいですよ、ソフトバンクって5本あるんですか、ソフトバンク5本です、5本やな、すごいですね、どこも3本する、いや、そういう問題か、そうですか、うん、分からんけど、まあ一緒だと思うんですけど、ね、分からん分からん、もうまあ一応ね、いいじゃないですか、お母さん、こちらありましたので、あ白い壁ね、徳島県なんか2本ぐらいアンテナ立つらしいですよ、これ用の、ん日本、日本しか立たない、日本って言ったらいいんですかね、どういうこと、なんかそういう電波塔みたいな、電波塔が、うん、あそうなん、阿南と市内のかな、なんか今日ニュースでなんかソフトバンクの話になってて、徳島県はなんちゃらなんちゃらみたいな、で2本って言ったから、お
2箇所に立つのかと思いながらね、まあまあ、まだ分からないですけどね、もしかしたらもっと増えていくかもしれないですけども、ねえ、ねえ、本当にで、まあまあね、こちら見逃した方はですね、アーカイブ映像残ってますので、ぜひともそちらをクリックして今から見てください。それと、書き込みの方ですけど、先ほど言いました、これシャープ YNN のアンダーライン徳島、シャープ YNN アンダーライン徳島、こちらにシャープね、じゃあもうイコールしか見えへん。シャープを忘れずにね、こちらを文末文頭などに書いてお願いします。じゃあユーストリームで書き込んだ人は見えないということですよね。いや、いつもまあ見えるかもしれないんですけども、かもしれない、まあ一応ね、それをまあまあみんな無理だろう書き込んでいただいたら、まあ、確実に見えるかなと思っていますので。だから、ユーストリームアカウントの人は見れないね。これ、ツイッターと連動させてるコメントはだけは見れます。ツイッターだけ。もしかしたら、安則さんはツイッターでやってるのか。人によってはユーストリームアカウントでコメントあるんですが、ユーストリームアカウントが見えないんですよ。残念。残念。なんで逆にユーストリームアカウントで書く人も、うん、その、多分、文と文末に、まあ、シャープ、YNN のアンダーライン徳島を、つけてくれたら多分反映はされると思うんですよ。はいはいはい。なんで、ぜひともそちらをお願いしますと。お願いします。お願いします。反映されるのかな、よくわからんけども。まあ、YNN、こちらはですね、YNN47 はソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンク BB 株式会社のご協力により配信を行っております。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ということで、さあやっていきましょう。何を行きましょう。行きますよ。行きますよ。はい。じゃあ、どなり行け、妹子。はい、今日の活動報告。感動した。いいですか。そんなんできんねや。たらいうどん。うわ、うまい。そんなんできんねや。いや、できそう。いや、ワンフレーズ音楽っていいと思いますよ。あ、いいですか。そういうね、間つなげるための曲。はい、ワンフレーズいいと思いますよ。成長したな。いつもたらうどんしてくれるからね。そうだよ。そうだ、これ虫ってるからね、いつも。靴だね。虫ったら靴だね。いやいやいや、そんなことない。はい、さあ、キャンパスボーイは。はい、今日はですね、ゴチカのロケがあったんですけど、はい、そんなにエンドで最後に誰も知らない特別なトリビアを行って、妹子に任せようと思います。まあまあ。ゴチカのロケに行ってきました。もう、オンエア前なので、だけど言えません。たまにね、これ、言えんのちゃうかな思う時あるんですよね。電話を開発したのはベル。妹子。いや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 。いや、県外の人多いもんね。県外の人も多いけど、はい、あの俺ね、四国放送の人とこの間ご飯行ったんですよ。ほうほう。僕もその時に、もうちょっとその人はまあ5時から担当してるんですけど、うちのディレクターじゃなくて5時から担当してる人で、その人にちょっともう言うたんですけど、いやもうネタバレしてるよっていう、その散々ね、月曜日まで僕ら言わずに待ってるんですけど、金曜日の最後に月曜日の予告で流れて持ってんのよね、あ、そうなんや。あとオンエア前ね、オンエア5時から始まるよって言った後に、予告が今日の告知がちょっと流れるんですけども、はいはい、そこで映って持ってんのよ、何やってんのかもうあかんやん、そこ映したら。あ、そうなんだ。メインメインメインで、ほんま、まるまるをキャンパルーン、まるまるもう分かって持ってるやんねバレてるってことね。バレてるやんっていう時がようあるんですよ。じゃあここだけ言えるってことやね。そこだけは言える、まあね、そこだけさすがにそれをね、この間ちょっと言うたんで、うん、もしかしたら変えてくれるかもしれないですけども、うんうんうん、まあ、今日ももう僕はね、この間、まあ、首を持ち打ちになって、はい、そうですね、先週からですよ ね、もうなんかそっからもう負担が腰に来て、腰も今ずっと痛めてて、おで、お腹も壊してもうて、負のスパイラルやな。負のスパイラルですよ。お腹壊してもうて、トイレずっと血だらけやし、ね、若干頭そのコルセットの巻きすぎで、昨日言うてんけど、俺なんかこう高さを調節するのにグッとやったら、そこで血止まって持ってて、起きたら頭全部しびれてて感覚ないよ、やばい。で死んだと死んでるここにここにでもこういうのつけてるからな、でも頭に今冷えピタ、これこういうの冷えピタ冷えピタ、幽霊はよくこうやる。いやこれ正方形だ、これ正方形じゃあ長方形、長方形でしょ。いやもうね、で今日も、いやなんでしょうかね、
何でしょうかね。生きてるって素晴らしいなって思いましたね。ああそう、生きてるの。死に方はやっぱりね、おじいちゃんになってゆっくりとこう楽しかったので息を引き取りたいって思いました。あんな、まあ、洪水もそうやけど、はい、火事もあんな死に方絶対にしたくないなと。今日はもうぐらいのもうね、はい、でもう僕とうとうよ、次歩かれへんかなと思うて、まあ今ちょっと歩けるようになったんですけれども、まあね、西浦君の足取り妹さん見ましたけども、はい、汚い汚い足を、汚いね、汚いで片付けやがって、本当ちょっと汚いかもしれない。見せよう見せよう、ほら僕の足の裏見ますか、ちょっと。はい、見たいです。え、私おーナイスリアクション。このね、この辺りがイボがいっぱい、これイボじゃないな、なんていうの、これをね、ほんまに、いや、ほんまにね、アロエか塗り薬か包帯が欲しいんです。ずっと足の指がこうなってるもんね。もうそうせんと、まあそうせんとというか、もうね、これはちょっとこっち右足が一番ひどいね。これ見せたらダメね。いや、来たいいよ。ごめんなさいね。全然いいけど、あ、動かない。ちょっと、あ、じゃあ私が動かない。持ってきて、はいはいはい。お前それ取ったれやん。いや無理やねん俺。こう画面の前に持っていったらええやん。そんな機能ないねん俺。はいはいはい、いますよ。まあ、こっちはまだね、ネタが横チン。いや気にしてへん俺。じゃあ待って、こっちはまだマシなんですよね、はい、そこまで、まあ、ちょっとあれなんですけど、ね、清水君の足です、はい、データじゃあじゃんじゃあじゃんじゃあじゃんね。ここなんじゃおりゃ、これイボですよね。何ですか、これイボじゃない、なんて言ったらいい、じゃあ水ぶくれって言うんですね。あ、そうもうここもそうやし、まあ、このあたりから一番ここ歩かれ土踏めるところね、はい、にできる方だから歩かれへんよね。ねえ、ご飯食べてる方はすいません、汚いものを、ね、ご飯いいよ、じゃあ俺はご飯中の人にすいませんやから。いや大丈夫ですか、冷えピタ。なんとかね、一応首にもあの、はい、やってますからね、冷えピタ。大丈夫ですか。え、俺は大丈夫、意外に元気ですよ、ね、俺はもう何ですかこの違い。さあ分からん、俺なんか気を使えるから、オーラ的な、もうボロボロで、ハンターハンターみたいなのを考えてくれるとちょっと分かりやすいんやけど、はい、うん、いけますか、はい、あ、ちょっとどっち、ちょっとこうかな、ちょっとこう、お前にできんのか、こう、うう、今こうよ、はい、あ、反対あ、それでいいよ、いけた、もういい、あ、まあ、それでもいけるよ。よし、もう今こう、帰ってこい、はい、ね、アルデオさんが、アルデオさんが、ゴジカル、金曜日にどんなのか告知出てるよねと、はいはい、ツイッターのつぶやきにもあったかもっていう、おもぞうのね、ツイッターがあるんで、おもぞうも言うてるよと、おもぞうがバラしてんねや、あ、ね、ちなみにアルデオさんもこの間ゴジカルにそのアカウントが映りましたからね、はい、あ、映ったえ、そうなん、あの、すごいな、アワストリームデナインの時に、はいはいはい、そうそう、トッティさんとアルデオさんのねアカウントが、へー、5時間で映ったんすな、映ってたんですよ、へー、で、あれなんですよね、いや僕もうなんでこんなにね、うん、まあ、他にもいろいろと怪我してしまってて、はい、まあ、なんでこんなについてないのだろうと、で僕そういえば、うん、去年そういえば思ってたんですけれども、今年は確かね僕ね、はい、厄年のはずなんですよ。そうなんや、めでたいな、前、いや、めでたくないよ、え、前役やったかな、今年が前役、前役確かね、僕そうやったような気がするんですよ。じゃあ来年厄年なんだかな、なんかお遍路の時も途中で思ってたんけど、あ、そういえばそうやって思って、で今日この間もあの親戚のいとこからも、うん、あれ、ヒロ君、役年しちゃうかったっけみたいな。おでも、俺、年男で役年ってなんか嫌やなって思うんやけど。ああ、そっか。そや、年男やから、うん、1個後になるんかって思ってんやけど、うん、
いやなんかお花行かなあかんっていうのをずっと俺思いながら行けてないよね、ずっと、うん、そういうの思ったりね、行った方がいいですよ、行った方がいいかもしれないですね、もうこんなにめっちゃ入ってきました、ね、今半年でこんな状態ですからね、もう12月怖いですよ、僕もう過ごせない、車椅子乗ってるかもしれないですよ、やばいこれはやばい、いや多分歩くのも車椅子生活の方が楽、松葉杖つくか、バリアフリーかせなあかんぞ、ここ、お前、ね、俺3階住んでんの、うん、階段が全部階段全部坂にしたのか、ほんまに、はあ、すっげえ次やん、俺のブワーブワーってなるけど、うん、やの、それか吉本の経費でなエレベーターつけてもらうかエレベーターじゃないと無理やぞ、いやそれかあれでしょ、あのよくおじいちゃんおばあちゃんがこう階段につけるこうやって椅子みたいなこう下にジューン、いいな、あれいいな、泣かない今回それ3階まで行かなか、3階まで行かなかお前行かんとダメかもしれないですけど、なんとかならんか、お金があればそれが一人最悪ね、なんかボディーガード的なもんつけるか、あ最後の持ち上げてくれて、いいですね、うん、あ、 ありがとうみたいな、持ち上げてメイドやね、メイドメイドやね、持ち上げ、俺持ち上げてるか分からんけど、メイドムキムキのメイドがいい、ムキムキのちょっとムキムキのメイドにね持ち上げてもらって、うん、神取忍的なね、あ強いな、いるな、俺持ち上げられたと同時に俺バックブリーカーさせられたんやね、そのバーンいきそうやけど、それは首だメイドとして失格や、手をちょ起こして言うてこう持たれた瞬間に関節技取られたりとかあっずっとこんなんであるかもしれないですけども、もう足が痛いこれ何の薬を塗ったらいいんですかね、やけどのやけどなんですね、やけどやからね、それがほんまにアロエでしょうね、アロエ、アロエなんてね今時どこもないしね、本当に聞いてアロエいいな、水で冷やしました、めっちゃ冷やした、まずずっとやっぱり言っとった方が、あの水で冷やした後、あでも今はもう大丈夫やねんけど、はい、これを熱いところに出すともうじわ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 ってくる、で俺ちょっと昔からねんけど足に熱をこもりやすいのよ、もう足から熱がめちゃめちゃ俺入ってもうて、はい、もう大変なことないのよ、その全身熱くなってくって、今ねもう夏場になると俺絶対その症状に行くんだけど、はい、もうその症状来る前に今もう今日のですんごい今足に熱を帯びてるのずーっと、わかるんやね、じん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 ですよね、じんじんや、サーモグラフィーでやったらな、わかるの、赤かもしれないよ、そう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 、うん、もうね、とりあえずまあそんな状態でなんとか生きてたよっていう話なんですけど、やっぱ見ないでわからないですね、見ないとどんだけ過酷な、いやロケだったか、見てくれ、すみません、芸人で初ちゃいますか、こんな過酷ロケと、で僕自身が、うん、多分日本で初ちゃうかいう出来事ですから、あそうなんですか、ムチ打ちしながらそれをするんかいっていうのを、そうなんやね、今日やる予定ちゃうかってね、あそうなん、俺昨日電話来てディレクターから、はい、どうや言われて体調、はい、まあ痛いですと、でもいつ同行はできますロケに、はい、うん、けど近い、まあ、進行係やったらできますけど、うん、激しい動きがちょっと響きますね、うん、ああそれは分かってるよ、いけるいけるお当日今日やってきました、うん、あれなんかやれみたいになってるやん、なんで、まあしゃあないわ、もうタイトルがキャンパスボーイのキャンパルキャンパルやからな、いやじゃあでも西浦直之様のキャンパルキャンパルになるぞ、誰様やな、ね、様いらんけどやな、みんな尊敬の念を込めて、いやもうなんかなんでやっていう状態なんですよでもまあ運動量でにな換算したらそんなにはなってないやん、何がですか、運動量はそんなに、あ動いてはないけど、ね、動いてはない、そこまで動いてはない、我慢の世界だこんなん、そうやね、うん、我慢の世界、ただ俺、まあ、言うたら分かったのが、うん、ムチ打ち首が痛い、はい、足、はい、燃えてる、はい、さあ痛い熱いどっちが強い、熱いが勝つねよ、おこれ俺分かったのは、そうね、熱いが勝つね、新発見やん、これ新発見でしょ、ええー、な、発見できて、前にね、あの吉本超合金で藤原さんが
こう一本のこういう棒を股にやって、でこの棒にもめちゃめちゃイボがついてて、これで股にやって、おみこしわっしょいわっしょいってあるのよ。で上の人、ああ痛い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 と、ね、パンツいっちゃで、ブリーフいっちゃでね。でその中にさらに熱湯の入ったこの水風船、ここにセットして、熱いと痛い、どっちが強いみたいな。じゃあ原西さんやったんやけど、はい、熱い痛いって熱い痛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 い熱いって言うの。どっちもって言ってたんやけど、はい、今回僕の場合、はい、もう熱いでしたね。今日熱いのが勝つって、ね、下は大火事、首はムチ打ち、事故だですよ、本当にもう事故です、これもそうね。いやでも絶対5時からのこの収録めっちゃ絶対面白いやと思う。多分ロケ見たらみんな引くか笑うか確かですよね。引くんですか。いや大丈夫、引いたりはせえへんと。引いたりはせえへん。引いたりはせえへんか。引いたりはせえへん。この、VTR にすることによってちょっとなんか還元されてるか、うん、温度差みたいなのが出るから温度差がこうさーって冷めててちょうどいいとこのやつを見られると思う、うん、あ、そうなんや、うん、まあまあ、とりあえずそんな感じなんですけど、妹子さんはどうですか、この1週間。いや、お前どうだったんだよこの1週間は、まあ、日曜日に、まあ、レコーディングを。レコーディング、はい、かっこいいやん。レコーディング行ってきた。行ってきた、家でですけど。家で、家でレコーディングをしました。あるの、まあ、ケンチの MTR を持ってね。 MTR?MTR、うん、はい、まあ、説明せよ説明を俺ものすごい疑問系で言うたやん。あのこのマイクがあってこれをこう撮る機械なんですけど。そんな持ってんねや。うん、うまく説明できてない。 MT の M はマイク、それはミュージックいや両方いやわからん、うまく説明できないんですけど、まあ、そういう機械があんのね。はい、これで曲をレコーディングっていうか歌を撮ったりするんですよ。はい、なるほど、ね、新曲ってことですか、それは。そうですね。はあ、もうできてきたんですね。そうですね、9月には披露できたら、まあ、はい、2曲ね、2曲ね、はい、あるんです。2曲、はい、2曲も、まあ、はい、9月にはもしかしたら世には出てくるかも。そうですね。わ、ちょっと楽しみだな。まあ、この1曲は今月お披露目ちょっとあるんで。おお、はい、どこで。S会議所で。S 会議所、まあまあ、少年会議所。どういうこと。青年、少年、商工会議所。商工会議所、はい、みたいな感じで。なんで2号したん。見えるやん、そんな。なんとなく、はい。S 会議所ってあるんかな。まあいや、なんとなく2号したかったんで。おお、まあまあ。なんでね、うん、歌を広めできたらいいなと思います、リサイタルでも。はい、またね、B 級グルメソングが。できたんや。新たに。はい、1個はね、はい、次何やろうな、ほんま何やろうね。徳島関係してんの、もちろん関係めっちゃしてます。おお、はい、もうここまで言うていいのか。いいんですよ、ね、なんかだ、何やろうな、何やろうな。これはまた言います、今度来週。はい、うん、まあ、ほんでリサイタルも入ったんで、また告知もできるようになったんで。はい、はい、よかったよ。よかったですよかったです。ずっと休んでたんで、うん、よかったです。はい、めっちゃ久々。はい、久々。芸人らしいことが。芸人じゃないよ。芸人歌手だよ、歌手。春菜さんや。芸人じゃねえよ。そんなノリツッコミしかできないんだ。そうなんですよね。こんな感じで。はいはい。すいません、加藤国は本だけど、私は本だけど、伸びないんですよ。いいよいいよ。大丈夫ですか、大丈夫じゃないですね。特に聞きたくもないですね。聞いて。綺麗で。こんぐらいかな、どうだろう。なるほど。まあ、本ぐらいです。さあ。はい。でもね、みっちゃんも入ってきましたけど、妹子ちゃん。みっちゃん。みっちゃん子。清水くん、病院おいでと。おお。いや、今日も行きたかったんやけど、ロケから帰ってから5時過ぎてまして、おお。整形外科行けず。整形外科なんや。この夢中じゃね。ああ、そっち。整形外科なんですよ。いや、足も行きたかったんだけども。足は何や、皮膚科か。そうやな。うん、皮膚科なのか、これ。もう外科じゃないやね。外科か、外科か、やけどって外科か、皮膚科か、何かか、何かか、何かか。じゃあ耳鼻科行こうか。耳鼻科。いや、もう直してくれんね。言いたかったんだけど、うん、もうね、歩けなかったんで病院さえも行けないと。だからそりゃそうやな。もう今病院正直行きたいんですけど、明日もね。だからこれ悩んでるんですよ。なんで俺は多分明日大家さんにね、明日できたら明日言うに行くか、歩けないからね。
多分ギリギリいけるとは思うけど、そのスケボーをこうやってお腹に乗せてこういう感じ。いや、スーパーマン。でもその方が楽かもしれない。負担かからないぞこれ。これさっきキャリーバッグ持って、うん、ね、あの今、うん、そうそう、この iPhone 今キャリーバッグの上に置いてるんですけど、これ持ってたらめっちゃ歩きやす、うん、だから松葉杖欲しいって言ったのは同じだけど、あのおばあちゃんがよくこうやって、うん、この座れるようなコロコロコロ転がしてるやつあるやん、あんな感じ、めちゃめちゃ歩きやすい。キャスターさえついときゃ、キャスターさえね、うん、いや本当に、まあキックボードあるけどね、そのキックボードが、それがお前柱壊してこう飛ばしてこう乗れる、タオパイパイちゃうの俺もう無理やね俺それもできるようにならない、もしもの時のためにできへんよそんな、まずは大きい柱がないからさ。確かに確かに確かに、ね、いやこれ皆さんクリアに映ってますか、どうなんですかね、モザイクかかってますか、どうなんですか、ずっとネットワーク、いや今日もね電波が2しか立てなくて、いやだね、昨日やったっけ一昨日やったっけ、めっちゃね電波悪かったね、へえ、なんでやねんいうぐらい、昨日か最後の方電波めちゃめちゃ悪くなって、いやだね本当に、こりゃやだね、私はやだよ本当まるちゃんかいやほんま痛そうです。いや痛いもん、見えてますからね、痛いよ、辛いですね。ん、はい、福助さんが北海道にいと、うん、茨城は外だった、うん、てか北海道外、北海道外多い、うん、北海道外多い、外配信ってことかな、うーん、外でやるんですね。で北海道オーランがこれ見えてますか、これ見えてるよ、清水さん首取れたんですね。お、ね、ポロッと首が。首取れたんですね。コルセットじゃないんですから。首が取れた。もうええやんか、わかるやんか、なんとなく。え、だるま落としみたいな。じゃあ、いやこれ、コルセット取れたんですねって言ってるやん。コルセット取れたわけちゃいますよ。洗濯中です。明日乾いてるかもしれないですね、天気を。そう、ね、あ、でもなんか明日雨みたいなこと言いなかったですか。なんかマリコさんが明日雨やみたいやで、みたいな。雨降ってる。マジですか、もう涼しいけど同じこと言うよ、福助さん首は取れないよって飽きやしとるな、もうこかすからね、もう取りまくって、彼氏って誰と福助さんね、彼氏何なんでしょうか、彼氏災難やな、シミと、あ、やっぱストロンガー2さん入ってるけど、ストロンガー2さんが見えない、もしよかったら皆さん2って言うんですか、2なんですか、あ、すごいツーないとみたいな。ツーかーツーだねー。ツーを呼んで。かーツー。かーツー。いや、なんか昔そんなシーンなかった。かーかーかー。キーキーキーね。スーカーの中ってことやろ。そうですよね。うん。はい、ドラえもんの道具でこうなったもんな。ありましたね。あったあった。あったね。うん。おお。愛情綺麗に映ってますね。通貨の、うん、そういうオチが面白かったよね。面白かったよね。違ったねえかな。どうたくんがね宿題を。そうなんですよ。いやー、ちょっとこれはなんでやね。これは見れるかもしれない。スロンガツーさんの。スロンガツー。冷えピターと。ピター。そうですよ。冷えピター募集で。西浦あのさぁと何っていうだけやけど、分けんでええやん、もう一気に変えてしまえ。リアさんも入ってますね。リアキアターボー、去年私翻訳だったあとね、福助さんが翻訳結婚、翻訳です、翻訳じゃないですよ、翻訳ですから、本当に役年ってこと、うん、まあ一あまあまあそうなってくるマジで役年的な意味合い的には、何もなかったからしみに移ったのかなと。そうそう、ある時あるし、ない時はないの。ない時。ある時。うん、ある時。ない時。五個一の豚まんみたいに言うな。プラチナ電波期待してます。頑張れソフトバンク。バンク、はい。契約更新がかかってると。私の契約更新等で。あら。福助さんが土曜日は学天則さんの単独行きたいなと。おお、ハイプアップ吉本よう行くんやな。妹子会いたかったぞ、妹子。妹子会いたかったぞ、妹子。うるさん、ありがとう。いつや。ルータンさんがビーズの話しかしてないかなと。ビーズの話。
え、ほう、ほうなん。なっちゅんが、なっちゅんに福助さんが頑張るな、噂ではと。うん、噂では頑張る。で、福助さんが、あ、建築 P と私は同い年。そうです、福さん一緒ですね。一緒です。あら、オーラも厄年真っただ中ですが、お祓い行けてないですと。うち多分来年ですよ。来年、今前役なんや。うん、なあ。いや、それは来年翻訳やったらもう今は前役ですから。あー、そっか。はい、もうそれはもう3年が前役、翻訳、後役ですから。あー、じゃあ多分そうですね。でも俺だからこの間前役やったから。はい、西田は後役やって。あ、そうなん。終わったん以上。え、今なんなんじゃ俺。多分もう終わったんじゃん。俺が翻訳入ってもんだから。うん、あ、じゃあ今幸せや。幸せやな、うん、入ったかもとは思うけど。秋には結婚控えてるからな。マジですか。うん、やったやった。幸せや。マジでお祓い行きましょう。お祓い行った方がええね。もう関係ないけど、お祓い行きたいね。なんかおるかもしれん。すんません、俺何もないんですって。君何もついとらんじゃねえか。言われるね、神田さんに。それはそれは。もうルータンが今寝るように死にたいなと。寝るように死にたい。寝るように死にたい。死に方ね。あ、はいはい、僕がさっきこう、もう眠るかのようにゆっくりとね。そうですね、最高の死に方です。そうですね。死ぬなんて簡単に使うなよ。いやいや、一番いい死に方ですから。逆になんか自殺とかそんなのだったら、それはいや死ぬなんて言うな言うけど。あ、マミーさんが死んだように寝たいと今ね。あ、うん、それはいいよ別に。多分疲れてるだけ。疲れてると。うん、馬さん、マリーさん、足の裏に豆、水ぶくれできた、なんか痛そうと。足の裏アップ、アップでした。ボケなのに体腹にしゅらと。もう言うわ。水ぶくれ違う。おその考えは間違ってるぞかなり。まあまあ一緒のことやってますから、ね、そうや。六ちゃんなのに一ちゃんに出演と。え、お前六ちゃんなのに一ちゃんに出演。しんちゃんやからさ、しんのすけだからさ。ああ、それが1チャンネルに出演したよと。昔やってたよな、四国放送でもクレヨンしんちゃん。あ、そうなん。やってたよな。なんか、やば、覚えてない。うん、やってたやってた。そうなんや。数え年だからプラス1するよと。災難続きですねと。ほんまにね。とやっぱ夏には過酷なロケがありますね。ね、去年はお遍路さん。お遍路で、うん、相当足を、なんか足ばっかしやねん。そうやね。そうですね。妹子さん看護師やんかと。介護です。あ、介護師やんか。そうです、介護だからお年寄り相手です。看護はちょっとわからんから。ムッキムキのメールをとね、見てみたい。これを何潰して絆創膏と。これ潰すのが怖いよね。怖い、これは怖い。針でちょっとツンってつくんか。いやー、どれが一番ええやろって思う、ね、それがイボコロリ貼っとくか。イボコロリ、でもイボではないやよね。ほっとくこと。でも後残らん、なんかそれ今日めっちゃみんなに言われたんが、うん、逆に水ぶくれも残しすぎたら後残るよと。潰しても後残りそうなイメージあるけど。潰そうがあかんような気するで。ねえ、とにかくあの包帯が欲しいです。塗り薬か包帯が。とりあえず病院行こう。病院、明日病院。病院、ほんまに。いや、うちのマネージャー乗っけてくれるかな。マネージャーね、マネージャー動きましょうよ。ちょっと無理ですね。無理なんすか。マネージャーダメなんすか。いやー、ね、それがもう、はい、今みっちゃん見てるんで、みっちゃんにね、はい、飽きてもらって、飽きてもらって、仕事中かもしれんけど。みっちゃん、みっちゃんか、みっちゃんに、これはみっちゃんに送って帰ってもらいましたから。おー、はい、みっちゃん、みっちゃんに、みっちゃん、みっちゃんが行ってるね、病院に。はい、僕行ってるんですけども、はい、ね、働いてる、行って今病院なうみたいな送ってたんですよ。はい、もうツイッターみたいな感じでメールね、はい、病院なう、はい、まあ、これのこと言わずにね、お、はい、ふんじゃね、うん、みっちゃんが、うん、もう、うん、病院ってなうって見えた瞬間にもう何ワクワクしながら何があったんやろみたいな、何を怪我したんやろみたいな感じで、もうすぐ来たよ。みっちゃんがメール見た瞬間に、うん、すぐもう何病室出て見てくれた。受け
受付まで来てたから、どうしたどうしたどうしたみたいな、みっちゃんはそういうおばちゃん思考が強いからな。おばちゃん、うん、いやいやいや、心配してきてくれた。いや心配とかじゃないぞ、みっちゃん心配もちょっとあるかもしれんけど、そういうなんか、うん、あのゴシップが好きみたいな。そうなんや、うん、そう、スロガツーさんが原因は今言えないってことだねと。はい、そうですね、やっぱりあれか、んスロガツーさんやっぱユーストリームアカウントやから、やっぱりユーストリームアカウントの人は YNN、 そのシャープ YNN アンダーライン徳島やってもやっぱツイッターにはさすがに反映されんのか。そうなんや、ほんや、ツイッターでないと。一応こっちで今、うん、まだ別の見方で、あ、今見えたので、はい、ユーストリームアカウント、なるほど、iPhone の方が今ちょっとユーストを開いております。はい、さまってぷぷぷぷぷぷぷ、まあ芸人イコール体張るって変にまだ思ってるディレクター空いてるからなと。まさにそれですかね。あ、芸人イコール体張ると、はい、これ一回ね、大体テレビでも多分ね、スタッフさんが一回ちょっと下調べちょっとするかもしれないですけど、ロケハン、うん、ロストとロケハンがね、ロケハン一切親しみのないからさ、はい、ぶっつけで僕らにさせられるんで、ひどいことになるんだね、うん、そりゃひどいですよね。まあまあローカルの良さですよこれが、ね、めっちゃでもなんか今日も見てたら、はい、お、あの工場見学とかね、はい、見てたんですけど、うん、5時がある、はい、うん、女の子は幸せそうでした。 GTA 競争ウーバーダリング、そうそう、えぇ、競争ウーバーダリング、 GTA が今日みたいなことできるか。やだな、まあまあまあ、これはもう僕らの仕事なんでいいんですけど、だから需要があるからな。いやもうね、女の子には優しいんですね。いや、ええやん、俺は芸人やから苦労させなっていう、うん、言うてくんだけど、うん、させ方ちょっとちゃうよって俺はずっと思うよね。いやでもこれすごいことやぞ、今のバラエティでここまでするとこも珍しいんやから。平成でここまでないよ。お前超合金好きやろ。そうやね、だから今超合金以来僕は、うん、今キャンパスをやってると思ってる、うん、じゃあ俺ほんま車の中でそれ考えてすんげえ優越感に浸ってたんや、うん、いやまあ、うん、俺もずっとだから超合金やって思ってるから今日はええなと思った。ほんまに今日はええなぁ、ええのがだからまあ、なんだかんだね逆にやった方が、うんネタになるんですよね。そうそう、その通り。でも他には持ってんの。言うたらもうね、はい、足こんな火傷するぐらい歩いたなんて、はい、とある燃え盛るところをね、もうほぼヒント言いますけど、いないと思う。スミマス芸人はいないと思う。これ次のスミマス芸人のアカデミー、はい、ね、前回集まったけど、特にネタがね、まあ、送っても採用されなかったけど、はいはいはい、次はちょっとね、これは採用されるんちゃうかと思いますよ。ね、もしかしたら今度、あとこの放送が8月5日、実はね、そうなんですか、うん、7月じゃないんだ、7月じゃない、来週は、はい、僕が、実際23日、来週の月曜日が、僕がムチ打ちになったロケが流れる予定やったんですよ。はいはいはい、やったのが尺がない言われて、なぜか僕らのをさらに次の週にずらされて、はい、その分だから本当やったら今月中やってんけど、うん、もう一個ずれてもだから、尺がないから俺ら削られんねん。他削れるとこあるやろ思うんやろ。いやでもあのお方が来るからな。まあすごいゲストが、あのお方はすごいゲスト、いやその人にこそ見てもらいたいんよね、ロケの内容。いやいや他のちょっとねその日だけトレンドとかいらんがなって思うやけど、楽しみだね。そう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 、番組はね、僕らが削られるのか思って思って。なるほど。雲南のやるやらのことを思い出してほしいと。雲南、雲南どうなんだっけな、やるならやらればどんなやったよお感じ。あ、なんちゃんを探せとかか、なんなんか社交ダンスが好きだったの。売りなりやろそれ。売りなりやね。まずきっときた。あ、やばい。痛い。なんちゃんを探せとかな。うん、なんちゃんクエストで。うん、なんちゃんで。なんちゃん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 。何やねん、蓮子。うん。なんちゃんやな、やっぱ。清水くん、今。今度はやけどしたん？だから誘ってよって。何を誘うの？スロンガッツーさん来ないの流れ。
西浦がこの間温泉行ったと、じゃあ北とこさんがちょっと誘ってよと、俺も行ったのにと、じゃあストロンガツーさんがかぶせで清水くん首怪我したんと、ムチ打ちになったん、ちょっと誘ってよって、いや何やねんそれって思いながら、で今日はもうやけどしたんと、はい、誘ってよ、誘いましょうか本当に大変ですよこれ、妹子 CD と福助さんが、ああ福さん、福さんまだもらってないってことか、マジですか、え今ガオキンチョールで倒してきました、となっちゅうがガオキンチョール、あ、あそういうことか、ガオスッパマン、スッパマン、梅干し食べてスッパマンですね、福助さんが西浦は私のこと好きだろうと、ん好きじゃねえし、北徳さんが麻薬登場と、麻薬、ん麻薬、北徳さん麻薬らしいです、麻薬だらけやな、でそのままちこさんが特艦艇行きたくなってきたと、お鑑定美味しいよ、行きましょう、12時までやってますからね、そうですね、特艦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 工事、特艦工事って特艦工事でできたんや、特艦工事特艦工事って特艦でしょ、うん、あれはね、バイト待機中と北徳さんがね、あそうなんですね、緊張の夏、緊張の夏、あー CM やん、部屋は緊張るくさいです、しゃあないな、めっちゃ殺してくれてる、受けない悪意を悪霊を払ってもらった西浦と、福助さんが、いや俺はそいつと共に生きようと思うから、潰したいこの水ぶくれをやめてくれ、福助さんが今想像してしまうわ、ああおるなそういう人、潰したいわって言うてる人、俺うちのおかんがそうやったからな、 S やな、ド S や、西浦君結婚前に合コン一緒に行きたかったなと、お私もそろそろ合コン卒業します、いや僕みっちゃん、みっちゃんが卒業なんですか、俺は最低やから結婚前提でも全然合コン行くよ、最低や、合コンどんなんなんですかね、どうですかね、婚活のね、あるんですか合コン、ありますよ、お若かりし頃、若かりし頃、男、はい、女、いや男や、まあ女友達はおったかもしれないけど、2回かな3回かな行ったことありますよ、合コン、でも彼氏はできないですね合コンでは、そんなもんやな、はあ、なかなか難しい、病院とは潰してくれると思うよと、結局潰すでしょう、そうなに消毒してくれるしと、潰されんのかな、潰すなら自分で潰したいな、なんか、想像したって、外科の先生優しいよと、でも明日おらんと、あお、みっちはおるよと、バッドタイミングやな、これみっちゃんこれは外科なの、このやけどっていうのは、ほんまやな、答えろ、外科、外科って言うんだ、早く答えろ、外科早く答えろ、外科なんだ答えろ、おい女答えろ、福助さんが西浦カレー代返せと、んカレー代返せ、はいはいはい、はい、体で支払いますよいや金やと緊張るとゴキジェットどっちが臭いですかと、どっち派ですか、僕ゴキジェット派なんですよ緊張るよりも、それはゴキジェットやろ、臭いですよね、ゴキジェットは臭いぞ、そんなんっていうか匂いも嗅ぎたくないぞ、シューと嗅いだら死ぬしね、怖いですね、はいね、ほんとアーレオさんが自分なら、自分でやるならば針をついて水を抜くかもと、自分ならばね抜くと結構膨れた部分の皮も剥がれる可能性あるけどねと、まあまあ膨れた部分そのシュワーンってなるから、もたらるさん、あの僕まあサッカーで、こっちはサッカー、あ、ちゃうわ、あ、これサッカーか、どっちやどっちや、いや、あのサッカーの豆はここできて、ここはもう皮めくれてんよ、ここに、サッカーってね、決まったところに豆ができるんですよ、あの僕、まあ、特にあと普通のフルコートのサッカーやってるとポイントあるじゃないですか、スパイクの絶対硬い部分がここの、こことここには絶対当たんねん、ここあるんですけど、でかこことこことここはもう皮が硬なってくるよ、はい、それをやめると、はい、次はまあ弱くなれるから皮はめくれやすくなるんだけど、はい、ここ、この間とさらにあのこの間のロケであのすり足しちゃったんで、まあ、全部めくれてしまったんですけども、
眉毛でもこんな感じに綺麗に剥がれるっちゃ剥がれるってことでしょ。そこは痛くないんですよね。ここ痛くないです、うん、まあ、ちょっと、うん、ちょっと痛い、ちょっと皮がまだ再生してないから、あ、ちょっと身をさ、身じゃないけど、ひょあれなんですけども、ゴキジェットは匂わないよと。ゴキジェットは僕もあんまり匂わんって思いますね。これどうします、このまままた歩く、なんか仕事が入ったら一応今週はね、ギリギリないよ。あ、そうなんや。治るかな、今週。いや、大丈夫か。わからん。やけどはいけると思うよ。やけどはいけるんや。やけどはいけるかな。水ぶくれ潰すのは針で痛くないけど、皮と水だけはしと、確かにね。ように言うと水ぶくれってそうやもんね。うーん。いや、ほんまにトゲを抜くんやったら、それちょっと痛いかもしれないけど、うん、足の裏に刺さったトゲみたいな。うんうんうん。でもこれもう、ちょっと膨れてる部分と水ですからね。でも痛いです。痛いんかな。やっぱり。まあでも確かにこれを、うん、まあ足の裏こう地面につくと痛いけど、うん、どうなんでしょうか。どうなんでしょうか。足に効いてます、うん。ちょっとねやっぱりね触ると感覚はあるね。足に効いていました。昨日社長名古屋場所見に行ってた後、福助さんの会社の。わあ。潰したいと可愛く言うてる。潰したい。可愛く言うてる。ねえ、ルパン。こんばんはと。こんばんは。こんばんは。あ、ノンラブさんもめちゃめちゃ久しぶりです。ごめんなさいと。ラブブー。久々です。ノンラブさん。はい、変わったな自分。ナッチの体じゃ足りないと思います。お。ゴキジェットはニュアンゾー西浦と。うーん。マキラーの冷殺ジェットならあります。マキラ、クマキラーじゃなくて、ね、マキラー。やけどは外科の先生、あ、間違った、外科の先生に見てもらったよと。あ、そうなんだ。明日休みの先生は西浦君を見てくれた優しい先生。ああ。ってことは、そんな優しかったんですか？うん。優しかった。本当に、うん、忘れたけど忘れたんかい。いやその先生の行きがいいんかな、うん、いやどうなんだろう、みんなどうなんだろう、院長なんでしょ。でもそうやね、外科に見てもらって、いや院長に限って荒いのはね、ちょっと相場は決まってんのよ。院長ちょっと荒そうなイメージあるね俺も。あ、そうなん。そう、勝手なイメージだけどね。いや、ありたいそう、はい、ね、院長ってこれは病院あるある。院長は荒い。じゃあ上は荒い、売れなくなった女優は脱ぐ。いやいや、キャナリーが、いや、うん、キャナリー、こんばんは、おこここここここいのジェルパティでドブリアフジコ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 ってなってる。フジコ、こんばんは、こんばんは、ズルズルズルフジコ。スラチュールは髪貼るだけで一瞬で痛みがない。スラチュール、いや、ソフラチュール、ソフラチュール、そういうのがあるんですね。ソフラチュール、もしやめてきた、うん、こちら540円返せと。何言ってる。体で支払う言うてるやろ。そうね、優しさを忘れるなんてと。優しさ忘れてる、ひどい、優しさ忘れてるからひどい。ごめんごめん、タバコは最悪や。タバコしてた、うるせえな、稼いでこいよ。悪いやつや。何や。そんな、ひもじゃない。大丈夫か。大丈夫。痛くなかったか。お、優しい。うん。なんや、急に。いや、これで、やらしい。最新までは読み上げましたけれども。ああ、はい。いや、以上、告知、いっときましょうか。はい。なんかの。7月28日に。に。ナルト内の海公園で。お。ワクワクパークというイベントに出ることになりました。今日決まりました。ワクワクパーク。はい。ちょっと詳しくは時間が決まってないんですけど、12時半から3時の間で歌います。お、また詳しく分かったらホームページで告知しますので、うん、ナルト、はい、ナルトに、ナルトです、初、ステイトも初、はい、初なんですか。あ、嘘です、すみません。何の嘘なん。なる、うちの海公園でするのは初めてです。なるほどね、はい、そういう意味です。そういうことで、はい、なるほど。あとね、もうね、ラジオとか出なかったんやけど、平日とか来たらね、もうごっつ悲しいんですよ。うん、
で、日も帰れんということで、すんごい残念な。あ、他にもなんか来てたんや、はい。そうなんですよ。ラジオ出たい。ラジオ出たいの。出たい。断った。はい、断った。だから僕ら、はい、急遽ですけれども、多分金曜日に、はい、四国放送ラジオの方に、あの、夜かな。夜で、夜。万陸に。金曜って誰でしたっけ、昨日は八幡さん。あ、なるほど。なんですが、僕らのね、はい、今アナウンサーになったんですけども、うん、はい、もののアナウンサーで四国放送入社して、はい、その後編成というか移動で、うん、まあディレクターに行ったんですよ、はい、で平面を担当してくれたんですよ。あー、なるほど。もうあの人と、まあ、タケピーさんが一緒にやってたんですけども、はい、まあ、そこからの、まあ、つながりで一番最初にやってくれたディレクターで、でそれでついこの間のまた移動や編成で、うん、またアナウンサーに戻ったわけなんですけど、たまにニュースで見ますもん、ニュース見ますもんね、はい、あ、この人が八幡さんかと見てもらうと笑ってもらいますからね僕そうなんですか、あのずっとこう目を上げてる姿こう見てたからあ、そうなんです、ね、ディレクターとしての姿ずっと見てたから、ああ、ニュース読んでるわけですね、はい、いや、バーニクって月曜から金曜まで10時から毎日やってるんですね。10時からじゃないですか。ちょっとね、かぶっちゃうんよ。だいぶかぶりますよ。そうそう、だからもしかしたらいや、はい、時間ずらして配信するか、あ、まああの、あそこ電波ないんかな、四国放送電波あんまないか、あの、喋りながらね、なんか、うん、ちょっと僕聞いてみようかなと思うんだけど、やりながらね、あ、流しても OK か、電波あれば、あ、っていうのを今考えてるんですけど、はい、あと月曜から金曜アナウンサー変わったんですね、ほな、万陸の、万陸ちょっと変わってるんちゃいますか、榎本さんおらんようになってるはずって言うんですか。そうなんじゃない、前、え、どうなんでしょうか、わからない。私ね、去年の6月には1回月曜日出させてもらって、うん、寺島さんと南藤道夫さんの時で、初めてその時に寺島さんと会いました。うん、はい、懐かしい思いです。懐かしい、はい、これが思い、はい、四国放送はい、懐かしいですね。ね、ね、ね、知らんけど、知らんけど、日本さんもね、これからもしかしたらね、はい、四国放送出て行くようになったら去年ですね、去年以来出てないんで、石焼きの上を歩く、うわ、ほんな体張らなあかんのですか、うちから、うん、石焼きの上を歩く、石焼きの上を歩く歌手、女の人やろ、女ですよ、女やろ、しかも30超えてました、帽子を脱ぐ、帽子脱ぐ、いやいや、メガネ外す、いやいやいや、女の人やぞ、ただおばちゃんになるわな、女の人にやらすことじゃないよな、うん、そうですね、ローション相撲で十分、いやいやいや、それが一番やらすことちゃう、ちゃうやろな、いやいや、懐かしいですね、ローション相撲したらお前売れるぞって言われたらお前やるだろ、お金くれるならするけど、お金やるぞって言ったらやるだろ、いや、いくらかによりますけど、3000万、あ、やりますよ、やるんだ3000万で売った、3000万でやりますよ。え、でもどんなローション相撲ってどんなんですか、多分言うても裸だ、裸ではないですよ、裸ですよ、え、裸なの、水着着たらダメ、僕の西浦 P の考えでは裸でやってもらいます、嫌ですよ、嫌ですよ、じゃあこの話は GTA に回すからな、 GTA 一番嫌わ、ただ金は欲しいかもしれないけど、欲しいな、院長もいい人ですよとみっちゃんね、はあ、結局僕の夢中じゃ、はい、それはみっちゃんに聞くの忘れた、全治何ヶ月、まあ、無知ってあんまり全知ってあんまり聞かんねんけどね、あのじわじわ直していくもんやから、いつになったら外していいんですか、もう外してますけど、いや本人次第や、本人が痛みなくなったらでしょ、で痛いんですよね、ん、痛いんですよ、ね、痛いよ、今日もずっとあの肩にでも来てるね、首もここ、このここやね、耳の後ろとかが痛くて、でもずっとかばってるから、ここが痛いね、今あの凝るって感じ、もう凝ってるよね、ここ今日なんか和尚さんに住職にツボをされたんですけども、ツボがめちゃめちゃ痛いんですよ、なるほど、あーって確かに西浦におごるというおてんがーと、おてん DV やん、DV、女の人をいじめるのは良くないと思いますよ西浦氏と、確かに俺はそれをすんごい感じる、明日タクトの裏のお好み焼きさんに行くってほんま、キャンパス、え、何それ、お好み焼きさん、お好み焼き屋、なんか情報流れキャンパス、何のやつですかこれ、お好み焼き行くんですか、タクトの裏のお好み焼き、あれですか、僕はあの一回ね北とこさんに連れてもらったんですけど、あれなんでしょう、北とこさん見てるかな今、あの
観覧っていう、観覧やったかな、お好み焼きさん、お好み焼き屋さんがあって美味しかったんですけど、ブロッコリー入ってるお好み焼き屋、いや分からへん、それはブロッコリー入ってるの美味しい。でもこれ何やろ、俺知らんよ、これ明日オフやと聞いてますよ、僕仕事偽キャンパスっぽいことは何だし、これほんまに分からへん、誰か情報求む、何やろ、情報が、うちの海、うちの海この前初めて行ったと、あー広いですよね多分ね、私は西浦に DV を受けていると、え DV? フライデン乗せよ、えフライデン乗るよ、やめてよ DV有名になるやんけうちの海公園にはハーフコートとバスケットゴールがあるよと、わあ、あ、あそこや、思い出した、知ってる知ってる知ってる、まあ、じゃあ一等思い出した、トーコさんが入ってきてくれましたね、はい、こんばんはと、ぬーん、ぬーん、3000万ならきっと結構やる人おるね、ローションズモンと、ローションズモンか、3000万欲しいもん、ちゃんと女なんでそんなもんだよ、そんなもん、 MRI を取りなさいと、 MMRMRI ね、 MRI 詳しい情報がね、僕のここが一本ずれてるという、取った方がいいんですね、取った方がいいんですかね、やっぱり一回取ったよね、あれレントゲン、レントゲンを取ったんですよ、あ MRI ずっとあの担当してくれた医者の方が、はい、MRI 取ったら MRI 取ったら言われて、あめちゃめちゃ不安になって、そうなんや、取った方がええんかなと思って、一応ね念のために、まあ、一応吉本の社員さんもね、はい、いつもお世話になってる四国の所長もね、はいはい、取った方がええよって言われてんけど、はい、取らんかったんですか、いやそれ終わってから言ったよ、会って喋ったよ、こういうこと言われたんですよ言ったら、そうなんや、まあ、取った方が良かったんちゃうかみたいな、あらだだら、ただお金を持ってないって思って、え払ってくれるんですよね、一応ね、でも後払い、後払いになるんで、僕が先払っとかないとあれなんで、1000円ぐらいするもんなあれ、いやいやもっといる、もっといるめっちゃいるよ、なんか野口さんが吉本芸人が来るって言ってたと、野口さん誰ですか、その店何の店ですか、その情報が少ない、野口さんが吉本芸人が来る、ね、キャンパスボーイかと思ったと、何それは野口さんは一体誰なのかと、どこのお好み焼き屋さんなのかがめちゃめちゃ気になる、なるほど、いやなんかそのタクトの後ろにあるそのお店は結構なんか県民賞で使われてるっていう話を聞いたんですよ、県民賞でよく北とこさんにも見せてもらったんだけど VTR を、そこの行ってるというのをね見たんですけども、よいどんでも行ってたけどね、すごい日本テレビですね、いやカンテレです、あよいどんあれトミーズケンさんが行ってましたけど、そうなんですか、いろいろと情報求む、ねえねえねえ、何なんでしょうかね、これ全然僕は知らないです、ねえ、ねえ、二人は仲良し、はい、プリキュア、プリキュア、そうそう、セーラームーンが最、野口さんは農家のおじさん、じゃあこの宮家さん何やねん、誰や、全然繋がらへんな、いろんな、全然分からへん、あ今ドイツ館の左ポロリ見てます、左ポロリ、妹子さんの左プロリン、マジですか、今そんなとこ見ないでよ、今オンエア中ですかね、誰ですか今見てくれて、アルジョさん、アルジョさんありがとうございます、今形して出たんやじゃあ、出た出た、おさっきもすごいよ、さっきもあれですよ、俺の部屋入ってきてから初めてこの前でポロリしたし、ポロリしちゃって、うん、そうなんや、多分ね勝手になるんですよポロリのこのね、じゃあちょっとどう何やねんな、前を受け、前を食べすんなよ、前を受け、妹子さん、はい、いざとなったら足の裏狙っていっちゃう、あーなるほど、ありがとうございます、ね、形ちちぐらい、いやないよ、よく見せてもいいぐらい、はいはいはい、いきましょう、マジですか、今ナルトのねケーブルテレビが放送されるんですね、そう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 、ほらダメじゃないですか両方のね、見たいですね僕も見たいですね、はい、それ楽しみにします、多分ナルトの人が送ってくれるかもしれないですけどね、焼いてくれるか、さあ、ねね、片乳、うん、2人は片乳片乳と片乳で両乳、いやいや合わさってね、片乳、はい、片乳、片乳2人で両乳、はい、ね、めっちゃ意味がわからないですけど、宗教みたいなもんや、かわいいじゃないですか、かわいいですよ、そんなもんなんですかね、見たいですよ、見たいですね、ですよ、
夏休みに、ね、なるとのね、うん、ドイツ感が、ね、先月になりますもんね。もうそうなるんですね。そうですよ。早いですね。はい、まさかね、あの後あんなことがあるとはね。そうですね、あんなことやこんなことがありましたもんね。何があったんや。いやもうすごい、西浦君がね、あんなことやこんなことで、こんなことどうなることやら。なるほどね。これはあの、はい、野口さんの行きつけのお店がお好み焼き屋さんで、私は知らない。じゃあもうわからん。手がかりがゼロに等しいな。よいどん、徳島でも見れますよ。カンテレ映ってますから。バカにしたで今。カンテレ。唯一見れないのはあの読売テレビですか。かな、ね、近畿圏やと読売テレビ、それ以外の近畿圏の番組出るけども、読売テレビだけ四国放送に変わると。バカ言うんだね。アナログ放送だったら見えんだぞ。そうなんですよ。そうですよ。アナログがね、はい、アナログだと読売テレビなんですよね。見えるんだぞ。もう僕デジアナなんで、あのケーブルじゃなくても見れるんですよ一応。地上波の番組、地上いいですね。デジタルアナログで見れるんですよ僕。で昨日ね、はい、まあ四国放送はもうなんかショッピング的なやつだったんですけども、うん、夜中ね、うん、読売テレビにしたら、うん、時をかける少女、はい、アニメやってまして映画、はい、うわー思って懐かしい思いながら、やっぱり全然やってることちゃうねんな思った。へえ、まあ四国放送は徳島ですからの番組ですからね、うん、バカにすんでね、ものが違うんだなと。ポケモンだってやってんだぞなあ。やってますね。おめえバカにすんだね、はい、これクソでも食らえ、クソでも食らっとけ。録画焼き焼き確認ですと。焼き焼きありがたい。某八王子さんに渡すためにと。某八王子さん、八王子さん誰でしょうか。すんごいこの家具を謎を解くのが分かんない。謎が謎を呼ぶわね。そうですね。野口さんやら某なんちゃらさん、痛いということで全身が熱い。さあどうしましょうか。終わりますか。半ぐらいやったら終わりますか。今日はもう、うん、もう僕の体力もね無理です。なのでそう、今日聞いてきて、弱いうちに喋ってくれと言ってきたんですけど、全然喋れないです私。もう今日俺あのほんまよ横なったままね配信しようかな思ったんや、はい、俺は、うん、あのか天の声みたいな状態でね喋ろうと思ったんですけど、布団で死んでましたもん。もう死んでない、倒れてましたもん。ごめんなさい、言い直す。いやでも死んでたよあれは、動けなかったもんあれも。入ったらね、これもほんまに首も動かんかったし、やばかったです。読売アンテナつければ見れるよと、多分東部ならと。あ、なるほど。では市内鳴門以外はあんまり見られへんかもしれませんね。野口さん自体私あんまり知らない人と、母ちゃんが今、今日聞いてきたよと。あ、なるほどね。ん、何なんでしょうか。ブヒブヒ、まあですかね、じゃあうちのまだマネージャーに聞かんと。ただ仕事の予定には何も入ってなかったんですけれども、アルデオさん今八王子にいてる人と。あ、わかった。あ、じゃあわからん。え、どっち。嘘、わからん。カレー大好き。あ、キャムラさん、カレーさんですか、ね、は八王子、東京の方、東京のか、東京のどことかやってましたね。だから東京っぽかったですよね。うーん、じゃあそうですね、そうですね。今日そういえばカレーさん今いないですね。いないですね。カレー食べてるんでしょうね。カレー食べてるんでしょうね。カレー食べてー、そうですね、特館亭食べたいな。また特館亭、特館亭でね、いいですね。そば、焼きそば食いたいですね。はい、食べたい。読売の新アニメ面白いねと。ほー、面白いですね。これは動いてるかな今。あ、なんか出てきてますね。あれはずっと出てますよ。ブヒ？豚？ブヒ？豚さんですね。豚さんです。あ、喋った普通に。豚さんです。普通に喋った。あ、一応動いてますね。いきました。iPhone 熱っ。今 iPhone が熱い。熱いぞ iPhone。お父さん。iPhone が熱い。今日なんかね。はい。もう炎天下なんかやったんで。もう iPhone もう何ですか、スタッフさんにもう一人ね、はい、運転手の方が今日おったんで、おうおう、その方に写真撮ってもらったんですけども、はい、何ですか、 iPhone もうバッテリーが
すぐなくなったらしくて、もう返された時にはもう残り 6% やってバッテリーすごい熱かったやろな。あれ切れたらやっぱり画面真っ暗になったけど、今僕の手元はちゃんと映ってますね。あれ、うまみみさんかな、八王子。それではないでしょ。なるほど。結局、だってうまみさん戻ってくるでしょ。そっか。どっちや。みっちゃんがダーリンからメール来ない。まだ仕事中。え、何ってことは、ってことはやね。そんな鬱陶しいツイートすんな。どういうこと。福助さんが連休、私は徳島、はい、父親は仙台、母は岐阜。お家族バラバラやな。バビル2世みたいな感じやな。キャナリーがどうでもいい話、リバーシで大勝大勝ちしたと。マジでリバーシですよ。懐かしいね、なんかリバーシって聞くの。何すかリバーシ。オセロよ。オセロオセロ。ああ、なんかおしゃれで言いますね。リバーシって言うんですよ。オセロって言わないんですか。いや、だけど、まあ、この子は気取ってるんですよね。いやいや、おしゃれな。一緒わからなかった。それは写真で思い出した。どれぐらい撮ってくれたんでしょうかね。あ、今日のですか。今日のこれは、全くわからない。これちょっと待ってくださいね。全くわからない。これはモロだな。モロですかね。モロはみ出てるじゃねえか、これ。たらゆうどん。これはね、これは僕の足は燃えてました。いや、あの、チャールズ一回ね、はい、副住職さんが先頭を切ったんですよ、うん、はい、まあね、はい、タッタッタッと歩いてたんですよ、うんうん、で次歩く人が歩こうとした人に副住職さんはちょっと待ってくださいよ、ちょっと収まるのを待ちましょうと、うん、でその後タッタッタッとみんなちょっと収まってからね、火がね収まってからパコッと言ったら、で俺行く前にちょっと待ってくださいって言われて、ちょっと今火強いですと、はい、ちょっと収まったら行きましょうね、どうぞって。俺多分一番ちょっと強い時に言って、これはもうそりゃそうなるよ。ああ、なるほど。このもしかするところに思っきり、いや、もう思っきり足突っ込んだら俺分かってねえよ。これ清水くんですか。これ俺、思っきり言うたら、はい、こことここに一気に足突っ込んだら分かってねえよ。もう何、ほんまは日が出てないところを俺は足置こう思ったんやけど、どうやっても火が燃えてるところに足がいってしまうよ。あの歩数がうまいけど、これは燃えるわ。これで収まってる言われて、まだ息子が中にいるんですの時やん、これ。もう完全アウトです。もうそれはもうスタッフさんびっくりして指入るわ。見えへんからね。カメラ見てやん。お前めっちゃ指入ってる。いや、すごいですよ。よく徳島新聞に写ってる光景ですよ。いや、ほんまに、うん、これは映ってんの、こういうの映ってます、見たことあります。多分ね、それでは8月5日以降に、うん、徳島にもアップされるかと思います。あ、すごい、ね、たまはやっぱりこれに逆にニュースの取材陣がおらんかったのはびっくりやねんけど、うんうんうん、あの徳島新聞の記者が来てね、うんうん、カメラと、うん、ほうほう、で、すごいなと、あ、多分まあおるやろうなと思って、NHK はおらんかったなびっくりだったけど、うん、で、もうすごいの見させてもらいましたと、たくさん写真撮らせてもらいましたと、で、挨拶して、はい、もしかしたらこれちょっと使わせてもらいますねみたいな、で、ちょっとその執行放送側はオンエアの後にしてほしいと、載せるな、そりゃそうやもんなっていうので、たぶん8月5日以降の特進のどこかにはもしかしたら載る、僕のまだまだ記事アップして、トムキャンバスボーイのこの功績が乗るかと思います。これはこれ住職さんが一番すごかったよ。これですかね。これを目の前に見た。格闘ゲームやね。ストリートファイターやな。もう完全にこれつかみにかかってます。一つやな。ですよね。ほんまに、これほんまするんですね。ほん、ぜひ妹子も。これしたらなんかなるんですか。ええことあるんですか。ええことあるよ。それやっぱり、やっぱりでもこれは伝統的な、うん、
昔からのそのお寺に伝わるっていう題ですかね、うん、あの行事ですから、まあね、ご利益あるよ。でもやけどしてまで今年で何回目だったんでしょうかね。いや、これ終わってから僕らは日やったんですけど、終わってからね、うん、日は消えるんですけども、鳴らされるのよまたね、その上を一般客見に来てるんで、はい、一般の人も歩くんです。へえ、歩けるんじゃん。あたたと言いましょう、みんなおじいちゃんおばあちゃんもあたたと言いながら、うん、あでもええことあるから歩くんだろうね。多分そこまで俺らが歩いた時よりかは暑くはないと思うんだけど、もうね、で今日炎天下でしょ。なんか僕歩く前に清めの水かけられたんですけど、もうお湯やってよ熱ぬるぬるなりすぎて、何ですか。で地面も地面で熱いの、もうだから結局ね、全てが火やったね全てがこれね、これ今回で何回目やったんですかね。すごいね、でも大、うん、これ大ごまってじゃないですかね。でこれはもう伝統的なもんですから、うん、まあ、ご利益は、ご利益といいますか、家内安全健康第一とか、うん、まあ、まあ交通安全などいろいろとあるとは思いますよ。今年もいいことあるよ。いや本当にいいことあるな、これ。あるある、飛躍できますよ本当に。よかったな本当。落とせたら約、うん、もういけるよ。その怪我もちょっとだけ良くなるな。逆に俺ね、そう、逆に思うんやけど、はい、俺滝行も役払い行ってないな思うんやけど、俺その前に滝行もこれもやってるから、ね、これってもうなってないのかなと思うんやけど、まだ別なんかな、払うのとこれって結構清めては行ってんねんけど、お前や気の持ちようさいや、それは一番、うん、強くなれそうだね、うん、うん、なってるもんね。そうだよ、まあ、実際もう怖いものない。あ、何でもいけそうな気がする。マジですか。マジやで。多分ね、いや逆にこれはだったら次の放送からどうなんねん、俺思うのよ。私ゲテモノ食べるとかこんなに行くんかなとか思って、うん、いやーこれはね、ほんとテロリスト暗殺とかそんなさせられます、ね、いや絶対ダメですから次こそはテレビに乗ってこれを超えるって言ったらオンエアさえもできないから。テレビというのはね、はい、こうなっていかなきゃダメなんだよ。そうですね。いや、こんなきついことをやってしまったら次は大変って話だよ。どんどんきついこと言ってるもんね。そう、これ以上、8月4日に漫才するところらへんの HG とん HG あれ、あるよさんがね、はい、8月4日に、はい、8月4日に漫才するところらへんの、まあ書いてるんですけども、じゃあ8月4日はね、ああーこの後に書いてくれてる、8月4日に漫才するとかがヒントと、え、いやまた別なんですが、8月4日はね、まだ僕らも大忙しなんですよ。どこ行くんですか。まずあの小枝師匠がオデオン座で落語するので、はいはい、その前説まずね、はいはい、1時半ぐらいですかやって、はい、で最後まで見れずに、うん、僕らもう次ケツカッチンなんで、すぐさまね、あ、石井町に行くんですよ、はい、で去年も出させてもらったんですけど、石井町の夏祭り、あ、はい、うん、それが、まあ、13時半ぐらいかな、はい、多分前回同様ネタと多分ビンゴゲームやと思うんですけども、はい、でさらにですよ、はい、東三好市で夏祭りがあるんですはい、それが6時半ぐらいからなんです。何やるんですか。わからないです分からないです、忙しいじゃないですか。でもギリギリ間に合うんちゃうかなと。へー、これで東三好町は、はい、藤崎マーケットさんとご一緒になると。おー、いいじゃないですか。吉本だったんですか。吉本ですよ、はい、よく決めてますもんね、藤崎マーケット。そうやね。なんか阿波踊りも、うん、よく知るっていう。そうそうそう。この間ザ漫才の時にお会いして、うんうん、僕ちょっと帰り際におしゃべりさせてもらったんですけども、はい、一応またお願いしますとか、はい、うん、控室ではちょっとしゃべれなかったんでね、ちょっとなんかわからないけど出待ちみたいな感じになって、ただまあ僕も連絡をね、こうやったところやったんですけども、はい、まあまあそれでね、3つ掛け持ちは忙しいですね。すごいですね、うん、お盆も忙しいんですか。多分忙しい、忙しいんでしょうね。泡踊り、うん、泡踊りで、それまでに足直さないとね、首も、ね、まあ治ってるとは思うんですよね。そう、首も
前回俺夢中になったよりかは最初はもう前回よりも痛かった、うんうんうん、あかんと思ったけど、なんか今思うと今ね治っていくスピードは今回の方が早いんかなって今、まあ、思っちゃってるよね。ご利益を得ました。ほうじゃほうじゃなんでしょうかね。本当にすごいよ。ちなみにキャナリーが51対13でリバーシ勝ったよと。へえ。テンピラさん入っていただきました。こんばんはと。こんばんは。わ。携帯電話は高熱には弱いので気をつけてくださいと。へえ。確かに特感ってうまそうやったなと。はい。あとカスタード入りやったかな。ドーナツ。何が。うまそうやったな。ドーナツ。え？徳島行ってみたくなったよと。おう、ね、カスタード入りのドーナツ。なんですか、これ。あまり美味しそうな響きがしないですね。そうい や, いや美味しいと思うよな。いや普通にミスタードーナツあるだろ。カスタードドーナツあるある、ようあるやつや。ね、9月はお笑い封印とスマップスマップと。スマップスマップ。あるよさん、なんせドイツ館のイベント約3時間あるんで、うん、ブルーこれブルーレイかな。でもあちゃちゃえあちゃ大手のかブルーレイディスクでも。18ギガぐらいありますと。DVD だと画質汚いかもと。いやーあーなるほどね。長いですね、3時間。3時間も。3時間。長かった。編集を怠ったな。いやいや、そういうわけでございます。そうね。8月はライセンさんのイベント行くよとね。うん。いうことで。で、8月4日、北島でひょうたん祭りあるよと。おっ、そうなんですよ。そうなんですよ。あら、妹子さんが、いや、ポスターだけ見たんですけど、出ないんですけど、はい、エディが載ってました。あ、なるほど、はい、エディ北島多いですね。多いっすな。エディ北島エディ北島なんかそんなエディ北島が多い、残業中みたいとみっちゃんがね、研究職は大変なようですと、うん、彼女になると寂しくなりそうやから彼女にならん、だからやっぱり合コンは卒業せんとくと。お前ダーリン言うてたやんけせんのかい。勝手なダーリンダーリンやったんですね。そうなんや。あの野郎頭こすってるわ。やろう、そういうのも受け入れるのも愛だろうが。やろう、バカ野郎。いやいや寂しいですよね。いや問題抱えてんだよ誰かって、仕事とかなんだっていちいちそんなこと言うのか、バカ野郎。この野郎飲め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 飲まされてる、バカ野郎。この野郎本当にこんな飲んだ状態でバイト行けるのかな、後で。お前や。大丈夫だよ、俺は、ほんと。俺はもう怒られるだけだから、ただただ怒られるだけだよ、俺は。で、まあ言うても、もう半超えましたので、それと終わりましょうかね。はい。はい、まあやってきましたけれども、はい、そろそろと、いろんな意味で体力限界で来てましたね、僕も。あ、ポロリしちゃったよ。体調不調。左ポロリするね。多いっすね。なんすかね。そんなのポロリとか言わねえよ。ただここが外れただけなんですよ、ね、ポロリっていうのは。ポロリ舐めんだね。いやいやいや、舐めてないっすよ。ポロリで食っていけると思ってんのか。いや食っていきたいっすけどね食っていきたいですけどね。いやこの間一番のポロリしましたからね。ロケ中に、ま、これはテレビ放送事故。いやモザイクがかかりますけど、あの完全に狙ってポロリしましたけど、すごい体張ってますね。わざとめっちゃカメラ見えるようにこうやって竹藤みたいにこうやりながらね。そうですね、ほら、じゃあ、某四国放送の某5時からで。某某某。某某で。もう某ちゃうやん、言うてもたら。四国放送で。楽しみですね。まあ、とりあえずやってきました、キャンパスも。徳島でキャッパランナイト、そろそろとお別れの時間となります。やーん。まあ、いろいろと見ていただきまして、ありがとうございます。またね、はい、明日もね、僕一人配信ですか、明日は。やりますので、ぜひとも皆さん見てください。はい、お相手はキャンパスボーイ清水とキャンパスボーイ西浦と多いですか。あ、重い重い重い。西秋陽子で、じゃあということで最後にこの普段あまりやらんことをやってみる、この言葉で終わりますよ皆さん。はい、いきますよ。あ、カカオトークもね、皆さんまだの方はぜひともなってくださいね。それでは終わります。明日もじゃあせーの、キャンパーナイト。ちょうど時間となりました。次回会うまでごきげんよう。喋って楽しい、歌って楽しい。キャンパスボーイと一緒にもこうでした。どうもありがとうございました。サラダバー。サラダバー。あ、ごめん。いいよ。ごめんな、いろいろ言って。うん、許す。優しいな。
任して、うん、はい、そういうとこが好きやぞ。おナンパや。ナンパじゃねえよ、友達としてな。ああありがとう。なんだよ、変な空気になっちゃったな。お前らなんだこの、なんだこの、こんなに可愛かったっけ。なんだこの、こんな泥棒してるよな。なんかすいませんね、ネタがなくて。いいのよ、またそれでいいのよ。すいません、ネタなし、ネタなし、ゲイなし、喋れない、歌えない、踊れない、踊れない、なんもできます。大丈夫大丈夫、なんで踊るの私こんな、本当にすいませんね。石の金やってる、そんな感じやないか。そうそうですよね。